島根の皆さん、こんにちは。女流棋士の里見香奈です。毎年交通事故により多くの大切な命が失われています。悲惨な交通事故をなくすためには一人一人が交通安全意識を高め、安全な行動を実践することが大切です。特に日没が早まる冬場には、夕暮れ時から夜間の交通事故が多くなるため、キラリと光る反射材が効果を発揮します。皆さん、暗くなる前には反射材をきちんと身につけるなど、先を読んだ一手により交通事故に気をつけましょう。